主戦チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。つばきファクトリーの朝倉キキです。はい、今日は私にとって3作目となる写真集シェリーの発売日ということで、はい、お話し会のイベントも行わさせていただきました。来てくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、私は4月2日にハロープロジェクト、そしてつばきファクトリーを卒業するので、皆さんと卒業前にねお話しできるのは今日が最後だったんですけど、今までの思いだったりとか、最近行ったライブの話とか、あとはこの写真集の感想などたくさんお話しできてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ということで今作はすごく、なんと言ったらいいんでしょう、自分で言うのもあれなんですけど、なんかこう自然な表情、その表情が一番見られる写真集になったなって思うし、卒業後を決意したからこそ出る決意のあるような、そんなような表情も見れる、いろんな私が、今の私が詰まっているような写真集になったと思います。じゃあ開いて見せちゃおうかなじゃあ出ましたはい、これは黒のワンピースを着ていますね。本作でバッサリボブになりまして、だからボブになったんですけどね、今回いっぱいいろんなヘアアレンジができて、その中で一番こう大人っぽい外ハネに、チャレンジしていたり、結構こうデコルテがね見えるような衣装を着ていたり、これはとにかく大人っぽさに全振りしたショットになっていますね。はい、こんな感じで大人っぽいのもあれば、なんかすっぴんに近いようなショットもあったり、本当にいろんな私が見れると思います。ぜひチェックよろしくお願いします。